もう暴れてる。どうすれば？どうすれば？もうこのがっつり向きで。はい。はい。これでいこうと思う。はい。じゃあ暴れないでしょ。はい。そうすると針が持たない。んでこっちの、こっちの手はフリーにしてもらえる。はい。でここは枠に当たる。はい。ここまっすぐになる。はい。ね、ごめんなさい、ごめんなさい、動いちゃうとさ、全然いや、外れちゃうので、ね、お利口さん、あ、ごめんなさい、はい、これ持ってください。はい、持った、はい、はい、持ってました。はい、ちょうど200、200のとこ、200のとこまで、はい、200のとこまで。まあでも、あれだね、思ったほどは減ってなかったですね。ああ、そうですね。ごめんね、黒玉ちゃん。この間帰ってきた時が、いつだったかな、1350か。あ、そうか、1350の1250とか、100は減っちゃってるのか。まあでも、一応なんとかさ、うんちしてるんでしょ。うんちはしてるんですよ。でも硬いんですよね。硬いですね。ってことは、あ、1cmぐらいのが、2個とか。硬いってことは、はい、脱水してるんですよね。うん、だからもしあれだったらさ、はいはい、AD をさ、はい、ちょっとお湯で希釈してさ、やってもいいですよ。はい、ああ、そうそう。だから AD を例えば 10g とお湯を 10g。ねね。そうそう、滑りやりやすいかもしれないです。はい、でもちょっと多くなっちゃうけどね。そのでも水分も補給したいからさ。水だけでもなんか飲んでくれればいいんですけど、うん、なんか飲んでる気配もないので、そこちょっと脱水症状のが出ないかがちょっと心配で。いや、だから出ちゃうんですよ。うんちが硬いってことはもうその脱水のサインだからさ。こういうことですね。ごめんね、ごめんね、ごめんね。なかなかこの子をさ、あのコントロールするのはなかなか、あ、ごめんごめんごめん、すごい大変なことだと、ごめんなさい、いつも思うんですけど、あと少しだから、あと少しでね。歩き方は明らかにさ、入院してる時よりもなんかちょっとしっかりしてきたと思いますね。院長、もうそろそろあと少しで。だからステロイド使ってるわけだよね、こんな小さい子に。本当は使うんですよね、こんな若い子に。まあだけどさ、あの2日に1回でね、はい、ステロイドはね。ごめんね。はい、抑えさせて、抑えさせて。ごめん、抑えるだけごめん。ちょっとやってみて。よし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 。ごめんね、押さえさせて。はい、はい、じゃあこっち向きで。ちょっとカメラ回して。ちょっと待ってね。はいはいはい。うん、ちょっと待ってて。